続きましてエントリーナンバー91番、あ、最後ですかこれは。はい、これが最後になります。91番、豊橋科学大学、矢田さんの作品です。今回はソレノイドを知らない方にもソレノイドの特徴を知ってもらえるよう、タカハから販売されているいろいろな種類のソレノイドを主役にポスターを作ってみました。ソレノイドも5色に分け、ポスター全体でも、全体でも戦隊ものらしさのあるかっこいい躍動感もありつつ目立つ雰囲気にまとめています。また小さなシールや鉄板に採用しても違和感のないような、ロゴやキャラクターを目指してみました。ソレノイドを使っている理系ならではのこだわりもいろいろなところに挟んでいるので、そこにも注目してくださいとのことです。すごいですね、うん、シールになるかも、ね、はい、細かくね、センスのいい絵ですね。はい、それぞれの、まあ、全体ものキャラクターですけど、性格もちゃんと書いてある。はい、で、芯が外れるので、時々なくしがちって。なくしがち。書いちゃってますよね。はい。ドジなんですね、このブルーはね。黄色は、まあ、力持ちだからパワフル。うん、まあ、カレーが好きなんですね。カレーが好きね。ピンクはラックです。よし、ロングストロークですね。プッシュでもな、プルでもプッシュでも使える。うん、はい、ロング、ロングだ。あ、ロングですね。で、グリーンが永久磁石が内蔵されてる。あ、自己保持型。あっちね。自己保持型。豊橋技科大さんの理系の方なんで、それぞれ知ってますよね、それぞれ。あ、この方、実はですね、はい。今年の第8回ソレコンの応募者の方で、はい。情熱ストライクさんっていう。情熱ストライク、はい。はい、情熱ストライクっていう。なんと何作ったのか、強烈なやつですか。見えますでしょうか。ストライク、うん、はい、聞いたことある、うん、作品見れば分かるんですけど、今見えてます。あ、これか、 あれか、あの人優勝、あれ優勝しましたね。はい、カオスコングさんが作られ、はい、はいはいはい、作品を応募されて、はい、で今回すごいシンプルなあのガツガツガツ、ああそうです、はい、ね、はい、こちらの方が、これ絵のセンスもあるんですね、はい、こういう、ね、これそうですね、パッケージも作れるってことですね。両方両方いけるということですね。はい、はい、ありがとうございました。